これは私が小さい頃だった時の話です。友達の E さんと K 君、そして私で3人で夏休みにカブトムシやクワガタを取りに、朝4時に近所の裏山での出来事です。 E、 スズメバチばっかだ。 K、 別々に行動すっけ。私、じゃあもうちょい奥行くわ。私は奥の方にどんどん歩いていきました。すると大きな桃がどんぶら、いや違くて、こっちにいっぱいいるよ。私、マジか、今行くよ。私はどんどん奥の方へ歩いていきました。すると E さんが、おい、この大きな声で私は立ち止まりました。後からやってきた K 君が、何やってんだっぺな、落ちちまうよ。下を見るとでっかい穴が開いていました。確かその日は怪我しちゃいけないと思って帰った記憶があります。しばらくして高校の時、犬の散歩ついでに、あの穴は何だったんだろうと思って草むらをかき分けて行ってみると、その穴は崩れかけた防空壕、その奥には無数のお墓が並んでいました。でまた去年また行ってみたら、墓地はきれいに管理されてましたが、しかし穴の開いた防空壕はそのままでした。きっとまだ中に